さんこんにちは、競馬女子白雪です。今日は早速生ビールからのスタートです。乾杯。競馬女子白雪のはしご酒 in 東京競馬場。今日はこんな感じで飲み歩こうと思うので、いつも以上にのんびりまったり見てくださいね。早速1軒目はこちら。このチャンネルで何度も紹介しているこの梅屋さん、大好きなのは真ん中の肉なんそばなんですが、1軒目から炭水化物はさすがにかかりすぎなので、今日はこの生ビールと煮込みでスタートしたいと思います。それではいただきます。煮込みを映したかったのですが、この画角では無理でしたね。はしご酒はまだちょっと取り慣れていないので、伸びしろしかありません。はあ、これはしみる。やっぱり梅屋さんはお出汁が本当に美味しいですね。この出汁のお風呂に浸かりたいくらいです。こんな感じでほろほろに煮込まれたもつが数えきれないほど入っています。大根も食べたいんですが、もつに埋もれてなかなか出てきません。味も最高ですが、このボリュームも嬉しいですよね。煮込みというより大きな豚汁みたいな感じで、今日みたいに寒い日は出汁の温かさが本当に染みます。それにしてもお昼から飲む生ビールってなんでこんなに美味しいんでしょう。ごちそうさまでした。2軒目はメモリアルスタンドにあるこちらのお店。ザ・競馬場の売店みたいな雰囲気で、実家のような安心感です。メニューがいろいろあって悩んじゃいますが、ひときわ目を引くのはこの鶏もも。ここだけ年中クリスマスみたいな感じで、なんか可愛いですね。ウマ娘さんたちも出迎えてくれている中で、もちろん2杯目もいただきます。頼んだのはジンジャーハイボールと鶏ももです。ビニール手袋もつけてくれるのは嬉しいですね。それでは2軒目、乾杯。ジンジャーハイボールってなかなか置いているお店が少ないので、これも嬉しいポイントです。見えますか、この大きさ。そしてこの左手、一度やってみたかったんですよね。理想は美容系 YouTuber さんみたいにコスメを見せたかったんですが、まさか揚げたての鶏ももになるとは。でもせっかくなので多めにやっておきます。そろそろ早く食べろという声が聞こえてきそうなので、それではいただきます。衣はスパイシー、
お肉はジューシーで美味しいです。これはハイボールとも絶対合いますね。うん、完璧です。からしもあったのでつけて食べてみたいと思います。からしの置き場所が難しいですね。からしが飛んでいって、スマホがからしまみれになってしまいました。気を取り直していただきます。からしのアクセントも合いますね。そういえば、ソダシちゃんを置こうと思って連れてきていたのを忘れていました。あー、そこは丸かぶりです。全然グッドじゃありませんね。そうそう、そこそこ、そこです。またまた忘れていました。東京7レースの馬券を買っていたのです。近くの画面から応援しましょう。買い目は3連単マルチで、軸は2番ホワイトクローと6番マイショウちゃんの2頭です。ここは残念。2、3、4着でした。まあ、飲んで忘れましょう。続いてやってきたのはこちら、富士ビュースタンドにある行列のできるおしゃれなベーカリーです。たくさんの美味しそうなパン、しかも競馬場の中で焼いているっていうのはすごいですよね。名物はこちらの大穴ドーナツ。大穴なのに一番人気という穴党には厳しいドーナツです。ちょうど揚げたてが出てきました。ほかほかでとってもいい匂いです。これに合わせるお酒はこちら、バー2400のホットカクテルです。去年のフェブラリーステークスの優勝馬レモンポップがモチーフになっていて、バタードラムに紅茶とレモンが入っているそうです。バターが徐々に溶けていって、見た目にもすごく綺麗です。パドックを眺められるこの場所でいただくことにしましょう。おしゃれな大人の味という感じです。見た目が可愛いのでもっと甘いかなと思っていたんですが、甘さ自体は控えめで、ラムと紅茶のとってもいい香りがします。続いてはこちらの大穴ドーナツもいただいてみたいと思います。
とっても美味しいです。サイズは結構大きいんですが、これはペロリといけちゃうやつですね。本当に一瞬でなくなっちゃいました。これはまたリピート確定。帰りにもう一個買っていきたいくらいです。もう一レース、10レースで3連単マルチを買ってみました。今度はちゃんと生で応援したいと思います。軸は2番のディオスバリエンテ、6番人気ですが、上がり32秒台の末脚を持っているお馬さんです。ここも残念でした。ディオスバリエンテはよく頑張ってくれたんですけどね。今日のはしご酒、最後の締めといきましょう。向かうのは東京競馬場で一番の老舗カレー屋さんです。電気が消えていませんか？残念ながら今日の営業は終わってしまったようです。このカツカレーが食べたかったんですけどね。気を取り直して富士ビュースタンドへ戻ってきました。1階のファストフードプラザはまだお店が開いていて嬉しいですね。最後に選んだのは三松さんの長崎ちゃんぽん。メニューには皿うどんや中華丼などもあるようです。締めのちゃんぽんは生ビールと一緒にいただきます。それでは改めて乾杯。今日4杯目なのにまだまだ空が明るいのが本当に幸せです。まずは通っぽくスープからいただきます。クリーミーなんですが、締めにちょうどいいあっさり系です。野菜もたっぷりで嬉しいですね。麺も柔らかな太麺で、馬券で負けた傷を癒してくれるようなとっても優しい味わいです。さてさて、
競馬女子白雪のはしご酒、いかがだったでしょうか。初の試みでいろいろとハプニングはありましたが、いつも以上にのんびりまったり楽しんでもらえていれば嬉しいです。皆さんのおすすめの競馬場グルメなどがあったら、コメント欄や X でぜひ教えてくださいね。それではまたお会いしましょう。ごちそうさまでした。